ゲルダ・タローは、ドイツ生まれの写真家、報道写真家。本名は、ゲルタ・コホリレ。ロバート・キャパの講師にわたるパートナーであった。キャパの名は当初は架空の写真家名だったが、ゲルダはその作品の共同撮影者だった。1910年、ゲルダは、シュトゥットガルトのユダヤ系ポーランド人の中流家庭に生まれた。その後スイスの寄宿学校に通った。 1929年、ナチスの対頭に先立ち、一家は、ライプツヒに引っ越した。彼女はナチスに反対して、左翼組織に参加し、1933年には、弟たちが反ナチスのビラを巻いたことで逮捕、拘留された。ゲルダは釈放されたものの、結局一家はドイツを去ることを強いられた。彼女は、その後二度と家族に会うことはなかった。 1934年、ナツスの反ユダヤ主義から逃れ、ゲルダはフランスのパリへ引っ越した。1935年、彼女はハンガリー出身で、同じくユダヤ系の写真家、アンドレ・フリードマンに出会い、彼の個人的な助手となり、撮影技術を学んだ。彼女はアライアンスフォト社で写真編集者として働き始めた。彼らは恋に落ち、 講師にわたるパートナーとなる。1936年、彼女は初めて報道写真家の資格を得た。そこで彼女とフリードマンは計画を練った。彼らはニュース写真を撮影したが、それは架空の裕福な出身のアメリカ人写真家、ロバート・キャパの作品として売られた。これは、当時のヨーロッパで強まっていた政治的協力を乗り越えるには便利で、 アメリカ市場で良い収入を得るにはふさわしい名前であったためである。この格索の秘匿は長くは続かなかったが、アンドレは自分の名前としてロバート・キャパを使い続けた。ゲルダは仕事用の名前としてアンドレと親交のあった岡本太郎にちなんで太郎を名乗ったとされる。彼らは1930年代のフランス人民。 戦前政権成立の出来事を共に取材した。1936年、スペイン内戦が勃発し、太郎は、キャパと共に、取材のためバルセロナに飛んだ。彼女は、小さい赤毛ちゃんのニックネームで呼ばれた。彼らは、アラゴン北東部とコルドバ南部で戦場を取材した。基本的に常に、一緒のロバートキャパの架空のサインを使い、彼らは、 多くの有力な出版物を通じて成功した。彼らの初期のスペイン来ンの写真は、太郎は正方形に映るローライを、キャパは長方形に映るライカを使用したことで、どちらが撮影者が判別できた。しかし、1937年には時々キャパ太郎の名で、 ゲルダも135フィルムで撮影したため、長年にわたってどれが彼女の作品であるかの特定が困難な状況が続いた。それ以降、ゲルダはキャパのプロポーズを断り独立し始めた。また、ヨーロッパの知識人の反ファシズムサークルと公に関係を持ち始めた。フランスのサハ系新聞ス・ソワールは彼女の作品のみで契約した。そして、 彼女は撮影した写真を太郎の名で送り出すようになった。ルガール、ライフ、イラストレーテドロンドンニュース、フォルクス・イラストリタなどのグラフ誌に掲載された。太郎は、バレンシアの爆発事件を単独で取材し、彼女の最も有名な写真を撮影した。また、1937年7月、彼女の写真が国際報道機関に人気があった時、彼女は、 マドリード製法のブルネテ地方で、スソアールのために単独で取材をしていた。フランコ率いる反乱軍側はその地方は制圧下にあると主張していたが、事実上、共和国側が支配していた。実際の状況を証明していたのは、タローのカメラだけだった。1937年7月25日、ゲルダは国際旅団の政治委員であった、カナダの作家。 デッドアランと共に、スペイン内戦のブルネテの戦いの取材に向かったが、反乱軍の攻勢が激しくなり、撤退する、共和国軍の混乱に巻き込まれてしまった。交代する、道の途中で、負傷兵を運ぶウォルター将軍用のオープンカーを見つけ、同乗しようと、ステップに足をかけた際に、暴走した、共和国軍の戦車が車の側面に、衝突。 振り落とされたゲルダはこれに惹かれ、重傷を負った。破れた腹から腸がはみ出すのを自ら抑えるほどの深刻な傷で、直ちにエエスコリアルにある、共和国軍第35師団の野戦病院に、担ぎ込まれ、緊急手術を受けたものの、翌7月26日に死亡した。一度意識を取り戻した際に発した、私のカメラは大丈夫まだ新品なのよが、 最後の言葉であったとされる。太郎の死をめぐっては、ニューステイツマンのイギリス人ジャーナリスト、ロビン・スタマーが疑問を呈した。彼は、後の西ドイツ首相で太郎のスペイン内戦時の友人、ビリー・ブラントの試験を引用して、彼女は、モスクワと無関係なスペインの社会主義者と共産主義者のスターリン主義による、粛清の犠牲者である、と述べている。しかし、 スタマーは、この主張に、いかなる証拠も提供していない。ペール・ラ・シェーズ墓地にある太郎の墓、少年が1911年とご記されている。太郎の死は、政治的な損失とされ、太郎は反ファシストの象徴となった。彼女が27回目の誕生日を迎えるはずだった1937年8月1日、フランス共産党は、パリで壮大な葬儀を行い、 彼女は、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬され、アルベルト・ジャコメッティが彼女の墓碑をデザインした。しかし、フランスが占領された後、ナチスの要請によって、タロウの墓碑名は削り取られた上、墓石はすげ替えられてしまった。キャパは、彼女の死を知ると、ショックを受け、何日も自宅で泣き伏せたという。2007年9月26日、国際写真センターが、 アメリカでは初となる大規模な太郎の写真展を開いた。2013年1月、横浜美術館にて、ロバート・キャパ、ゲルダ・太郎2人の写真家が開催され、日本では初めてとなる本格的な太郎の写真展が行われた。ありがとうございます。